バイエルン公領と、オーストリア、ケルンテン及び、ベローナ編境白領レオポルト一世、レオポルト一世あるいはルイトポルトは、オーストリア編境白。レオポルト一世はオーストリアを1246年まで支配したバーベンベルク家の子祖である。危険白と言われる、レオポルト一世の出自については不明である。文献によると、レオポルトの父ベルトルトは、 バイエルン公領内のノルトが右白であったという。また、最近の研究では、レオポルトは、バイエルン公アルヌルフの末息子、または、孫で、ベルトルト・フォンシュバインフルトの兄弟、または老いであるとしている。レオポルトの先祖については不明であるものの、ルイト・ポルト家の出身である、可能性が高い。レオポルトについては、962年2月13日に、 皇帝オットー一世が発行した文書に、ラティズボン近くのドナウガウの白、トラウンガウの白及び皇帝の忠実な家臣、リュウッポとして最初に確認できる。955年のレヒフェルトの戦いにおいて、オットー一世がマジャル人に勝利した後、オットー一世は征服した地に、東方辺境白陵を再建し、弟バイエルンコハインリヒ一世の非有利との義形帝である。 ブルクハルトに委ねた。ブルクハルトがバイエルン公ハインリヒ2世の夫を2世に対する反乱に参加すると、976年にラキズボンで行われた帝国議会において廃位された。976年7月21日の特許状によると、忠実なレオポルトが東方辺境博領の辺境博に任ぜられ、その領地は後のオーストリア大公国の中核となった。 東部への最低重は、ドナウ川下流のペヒラルン要塞を中心にゆっくりと行われた。レオポルトの支配する辺境白領は、現在のバッハウ渓谷にあたる場所にあり、その東の境界は、クレムスアンデアドナウの東にあるザンクトペルテンの近くのトライゼン側であった。マジャール人の脅威は955年の勝利以降、小さくなり、レオポルトは、 領内の脅威と紛争から領地を守ることに専念した。984年、レオポルトはメルクで要塞の弱体化に取りかかったが、この要塞は依然として、前の偏教博の支持者が支配していたためである。レオポルトはメルクを確保した後はそこを居城とし、後に、そこには21名の教区司祭のために、修道院が創建された。レオポルトは八十七年までに、 辺境白領の東の境界をビーナーバルト山脈まで広げ、991年までに、福井したバイエルンコハインリヒ2世と共にフィーシャ川の下流まで広げた。994年、レオポルトは、いとこハインリヒホンシュバインフルトとビュルツブルグ司教、ベルンバルトホンローテンブルクの間の論争を仲裁するためにビュルツブルグに向かった。司教 ベルンバルトの騎士の一人がハインリヒにより捕獲され、失明されていた。7月8日に行われたトーナメントで、ハインリヒに向けられた矢が、レオポルトの目に刺さり、2日後の994年7月10日に、レオポルトはその傷が元で死去した。レオポルトは、ビュルツブルグに埋葬された。1015年、息子シュバーベンコー・エルンスと一世が、レオポルトの隣に埋葬された。 13世紀にレオポルトはメルク修道院に改装された。レオポルトは再建された東方辺境白領を18年間支配した。レオポルトは優れた力量により辺境白領を拡大させ構築し、秩序ある文明化された地となった辺境白を残した。年代寄陰者のメルゼブルクのティートマールはそのすべての行動と立派な気質において、 レオポルトより優れた人物はいないと記している。レオポルトの生涯及び評判に対する最高の証拠はおそらく皇帝夫三世がレオポルトの死後すぐに彼の息子ハインリヒ一世に返京白料を委ねたことからわかるであろう。レオポルトについては子孫であるフライジング司教夫が表したバーベンベルク年代記には記述がないが今日では バーベンベルク家の始祖として知られている。フライジング司教を等が記載する10世紀初頭のバーベンベルク家の反乱で知られているフランケン系バーベンベルク家につながるという説については証明されていないが完全に否定することもできない。1976年のレオポルトが偏教博に任命されてからちょうど1000年目の記念日はオーストリアの1000年として祝われた。 同盟の祝賀は、その20年後にも996年に、初めて文献上に、オーストリアの古イツ語名である、オスターリッチーが確認されたことを祝って行われた。レオポルトは、ズアラフェルトガウハクエルンスと4世の娘で、おそらく、ケルン天皇アダルベロのおばにあたると思われるリハルディス、と結婚した。この結婚からは、以下の8人の子女が生まれた。ありがとうございます。